まあ大阪の方で電車内で刃物を持った37歳の男が、まあ乗客と車掌を切りつけたっていう事件がありましたけど、まあこの男の背景とかそういう問題については特に語るつもりはないです。まあ似たような経歴ですからね、もうこれ以上それを分析してもしょうがないと思うので。それよりも問題はそれに対して自分がどういうふうにその現場で出くわした時にですね対処するかっていうことなんですよ。でなぜそれを考えなければいけないのかっていうと、それが男の劣等性と深く関係してるからですね。自分がそのじゃあ列車内にいたとしましょう。でそういう状況の時に男としてどういうふうに振る舞わなきゃいけないのかってことは大事だと思うんですよね。で結局女っていうのは戦っても勝てないわけですよ。だいたいこういう犯罪を犯すのは男ですからね、 100% 男が犯罪を犯すんですよ。でそれを対処するのも男ですよね。だからそれはもちろん警官とかの仕事なんだけど、最終的にはじゃあ警官はいつ来るのかって話ですよ。電車の中に警官って基本的に乗ってないですからね。だからそれはまあ駅に到着して駆けつけるわけですよね。まあそれかまあ場合によってはその途中で停車してっていうこともあるのかもしれないけど、とにかく警官っていうのはすぐに来ないんですよ。日本の中で唯一拳銃の所持を認められている、そういう職業ですよね。そういう人は来ないんですよ。じゃあ電車の中にはその土地狂った犯人と男と女しかいないんですよ。で女は逃げていいですよ。別に逃げていいっていうのは勝てないからですよ、物理的に。だから男が何とかするしかないんですね。男は逃げてる場合じゃないと思うんですよ。でもしこの状況で男が逃げるんだったら、だから男の存在意義は何なんだってなるわけですよ。男が犯罪を犯してるんだから、それを取り締まるのも男の仕事なんですよ。でもちろんそれは安全なところに言えるから言えるのであって、じゃあ実際に自分がその現場にいたらどうするんだっていうのはそれはわからないけど、私が言ってるのは心構えの問題なんですね。マインドセットの話をしてるんですよ。そういう状況になった時に逃げるんですか、それとも戦うんですか。つまり逃走は逃走、逃げる逃走をするのか戦う逃走をするのかっていうところです。もちろん言うまでもなく戦う義務はないです。法的にも倫理的にもないです。そんなものは逃げていいんです。それはじゃないと結局被害が拡大していくんですよね。警官が到着してその男を確保するまで結構な時間があるわけですから、誰かは捕まえないといけないわけです。で言うまでもなくこれは現行犯ですよね。犯罪がまさに現前で行われてるわけですから、現行犯の私人逮捕になるし、当然正当防衛も適用される。でしかもそれは法律の話であって、法律とかどうでもよくて、目の前で人が殺されかかってんだから、それは何とかしなきゃいけないんですよ。で例えばこの間の去年ですか、中学校に17歳の男が侵入した時はその60くらいの男性教員が戦ったわけですよね。で切りつけられたけど歯がいじめにしたと、それで生徒を守った。それから木村の事件、あれもまあ60くらいだったと思うんですけどね、その漁師の男の人が何してるんだって言って捕まえたっていうか、そういうことがあったわけです。それっていうのは非常に勇気のいることだし、尊いことだと思います。こういう行為ですよね。自分のその身の危険とかそういうものを顧みずに周りの人を助けるっていうことです。それが本当の意味で男らしさであり、そういう男らしさを身をもって示すことが男性の劣等性の克服に最も効果的なこと。逆に言えばそういう状況で逃げるっていうのは全くもってどうしようもないっていうか、もうそういうメンタリティだったらそれは女からモテないよなって話になるわけですよ。もちろんそれはいろんな状況がありますから、逃げる場合もあると思いますよ。いろんな状況があり得ます。それはどんな場合でも立ち向かうわけではないです。それはそれは逃げた方がいい場合もあるし、余計な刺激をしない方がいい場合もある。
当然それはそういうことをする警官とか、まあ、それに準ずるような人たちがいれば別に一般人は加勢をしなくてもいいわけですけどね。だからそういう時に一目散に逃げるっていうのは男としてどうなんだろうっていうことを考えるわけですよ。まあ昔私は慶応に行ってた頃に慶応の大学生が犯罪を犯したので、その時の塾長の安西さんっていう人がなんか講話みたいのを開いたんですよね、体育館みたいなところで。まあ普通塾長がそうやって学生の前に現れるってことはないんですけど、その時はまあわざわざ出てきてそういうなんか話をしてたんですけど、そこで彼が言ってたのは、いつ切られてもいいような覚悟を持って歩けと、外を。そういう趣旨のことを言ってたのをよく覚えてるんですよ。まあ、つまり、私の理解では、その昔の武士っていうのは大小を刺してたわけですね、腰に。で、そういう状態で切られるっていうのは非常に不名誉なことだったんですよ。それは切られるにしても何かしらの抗戦をしないといけないんですね。で、その痕跡がないと。普通に後ろからバサッて切られて終わりっていうのは非常に不名誉なことだし、それで処罰されたりしたんですよ。それは、だからどんな時でもそういうことが起こりうるっていう、その覚悟っていうか緊張感を持って、まあ武士っていうのは生きてたわけですよ。まあそういうことで、そういう緊張感を持って生きろってことだと思いますよ、安西さんが言いたかったことは。その緊張感がなくてヘラヘラ生きてるからそういう事件が起こるんだっていう、まあ趣旨だったと思います、私は。まあ多分安西さんっていうのはまあその名門の方なので、そういうなんか教育っていうか、まあそういうのを受けて育った人なんでしょうね。で、今のその現代においても、もちろんその武士っていう階級はいませんし、別に我々は大小を指してないわけですよ。何も持ってないんですよ、我々は。で、素手です。で、相手の男は何かしら持ってるわけですよね、武器。まあ、大抵、ナイフとかそういうのなんですけど、そういうのを持ってるわけです。だから当然その素手で抗戦するっていうのは非常に危険なことだし、それは限りなく不可能だと思います。だから、何かしらのその防具するものを持たなければいけない。で、一番考えられるのが、それは、カバンですよね。カバン。カバンを前にかけるっていうことをすると、この辺がまあそのカバンの形状にもよりますけどね、私がいつも使ってるリュックなんで、そのリュックをここにつけたら、こっからこの胸の部分は腹とかを保護できるわけです。で、中にいろんなものが入ってるんですよ。そういうものを前につけていたら一部は防御できるとか、電車の中には消火器が設置されてたりとか、まあいろいろあるわけですよね。まあそんくらいしかないですけど。で、そういうものを使って抗戦をする。で、少しでもその被害を食い止める。そういう意識っていうのが必要だと思います。だからマッチポンプなんですよね、結局。男はこの世に一人もいなければそういう犯罪も起こらないわけですからね。こういう犯罪を犯すのっていうのはもうほぼほぼ男なんで。で、その男が犯した犯罪を男が制圧するっていうマッチポンプなんですよね、本当に。まあ、ただそれは同じ種族として、まあ、それをする責務があると思いますよ。女はもともと何の関係もないですからね。自分は何もしてないのに被害に遭ってるんですからね。本当に、かわいそうっていうか、いい迷惑ですよね。もちろんその男がそういう風になってしまったっていうのもいろんな背景があることで、生まれた時からそうだったわけじゃないっていうのは私は繰り返して言ってることですよ。生まれた時からそういう風に人を殺しそうに生まれついてる人はいないんですよ。それは生育環境の中で歪んでいったからそうなってしまったんで、その背景っていうのは考えなければいけないけど、もう今すでに厳然でそういう風に切れちゃってる人がいる時にそのことを持ち出してもしょうがないわけですね。今目の前でそれが起きてるんだったら、それを食い止めて被害を少しでも減らすっていう方向に動かなきゃいけないわけです。それはだから抗戦するしかないんですよ。多くの男性がそういうふうに、そういう状況になった時に逃げるんじゃなくて戦うと。それは戦うことによって、当然それは傷つけられるし、下手をしたら命を落とす。だから死ぬ覚悟っていうのは持ってなきゃいけないけど、それは死ななきゃいけないんですよ、それは。そらそうなったら死ぬしかないんですよ。
なんでってその状態で逃げた後どういう気持ちで後半生を生きていくのかを考えればいいんです。自分はあの時逃げたんだ。逃げないで立ち向かっていればあの人は死なないで済んだとか、あの人は傷つかないで済んだ。そういう後悔の念を抱えながら生きていくかもしれないんですよ。っていうことを考えると、そこは逃走じゃなくて逃走のモードにならなきゃいけない。それっていうのは結構スイッチの問題で、そう入れようと思うと結構なるんですよね。その逃走のモードに。その逃走のモードっていうのは普段は抑圧しているし、まあ非常ボタンみたいなものですから滅多に入らないですけど、まあ特に今はその平和な時代なので、そういうのが起きないで、みんなもうストップしちゃってるんですよね、その機能。でも本来それは持ってるわけです。一人一人の人間。特に男性は持ってます。それを稼働させる必要があるわけですね。非常時なんですよ。そういう状況になったら。そしたら逃げるんじゃなくて、その逃走のモードを作動させなきゃいけない。もちろんその女性専用車両とかだったら話は別ですけどね。もう周りに全然男性がいないっていう。そこにたまたまポンって入ってきてそういうことやったら話は別ですけど、大体普通の車両っていうのはまあ半々くらいでいるわけですよね。男女っていうのは。ってことはどんなに少なく見積もっても2、3人はいるわけですよ、男が。で、2、3人がそうやって、まあ、バッグとかそういう荷物で体を防御しつつ、みんなで取り囲めば、なんとかなるかもしれない。もちろんそれをやることによって被害が逆に増えるって可能性もありますよ。それは一目散にみんなが逃げた方が被害は少ないのかもしれない。だからそれはケースバイケースですよ、それは。それは、ただ、マインドセットの問題として、自分が助かることだけを考えて生きるのか、それともそうなった時に自分が何かできることがあると思って行動するのかっていう、そのメンタリティ、マインドセットの問題なんですよ。常にその自分の身の安全だけを考えて、自分の幸せだけを考えて、自分が傷つかないように、自分が死なないように生きるっていうのは、それは利己的な姿勢なんですね。それがいけないんですよ。自分のことだけじゃなくて人のことを考えて自分が何をできるのか。それはもうこういう事件っていうのは起こりうるわけですからね、いろんな場面で。で、そうなってもいいように自分を作っていかなきゃいけない。メンタリティもそうだし、体作りもそうですよね。体を鍛える。それは、まあ、今回の男で言ったら結構大柄。で、なんとなくそのガタイは良さそうだった。で、自分のガタイが貧弱だと、やっぱそこでひるむわけですよね。あ、こいつはなんか強そうだって思うわけですよ。実際強いかわかんないですよ。強そうだって思うわけですね、それは。体積として大きいっていうか、そういうことですよね、純粋に。だから、ちゃんと体を鍛えなきゃいけないわけですね。もちろん一般人ですから、特に何か武器を持ってるわけじゃないけど、この肉体が武器です。そしてそうなった時にちゃんと逃走していくっていうそのメンタリティも武器です。それは自分を守ろうとする方向じゃなくて、その人を保護しようとする。そういう方向にその意識が切り替わった時っていうのは非常に強いものが出るわけですよね、脳から。そういう気持ちをやっぱり男性が持たないといけないと思います。そういうのを持っている人っていうのがどん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 減ってるんですよ。まあ男性が女性化してるっていうか、それも男女平等っていうことですよね。男も女もないんだと。みんな一緒だよ。人だよって。人っていうふうにくくるんですね。だから人なんだけども、それは場合によりけりで、女性は勝てないですから、それは。それは逃げてもらった方がいいわけですよ。逃げてもらって、なんかその110番するとか、他の乗客になんかその危険を知らせるとか、そういう役割があるわけで、それはそれでやればいいわけですね。で、男性はそれは立ち向かわなきゃいけないわけです。だからウクライナの男性っていうのは戦ってるわけですよね。それは戦わざるを得ないわけですよ。そういう状況になったら。それが男の役割。まあ結局死ななきゃいけないっていうところにたどり着くんですけどね。死ななきゃいけないっていうことを、まあ覚悟していかなければいけない。
ということだと思います。もちろんそれが本当にできるのかどうかっていうのはわからない。安全なところにいるから偉そうなことが言える。と言ってしまえばその通りです。その通りですけど、そのメンタリティ、マインドセットっていうものは日頃から持っていなきゃいけない。いざとなったら自分が人を守るんだと。それは例えば、海とか川で人が溺れてるってなった時に私は飛び込まないですよ、絶対に。私は泳げないですもん。飛び込んでも意味がないから飛び込みません。違うことでその人を助けます。ただその、厳然で刃物を持ってる男がいるとかっていうのは話が違います。ここは陸上ですから。溺れるってことはないんですよ。だからそれは自分の持っている肉体を持って立ち向かうしかない。そういう場合だったら。そのためにも体を鍛えなければいけない。だからそのメンタルの鍛えるっていうところ、そういう風になった時にちゃんと立ち向かうっていうその気持ちと強い体を作るっていうことです。今61キロくらいなんですけど、やっぱりそれは足りないと思います。身長が168とかあったら、70キロくらいあっても全然おかしくないですからね、それは。本来的には。だからもっと鍛えないといけない。もっと鍛えます、それは。もう、それは鍛えないといけない。まあ今までなんでそれをやってこなかったのかっていうのはわからない。まあ一時期ジム通ってたんですけどね。まあ結局それも遺伝子のスイッチっていうか、ある時にこうガラッと変わるんですよね、体質って。ずっとそのハードゲーナーで体重が増えない、筋肉がつかないって生きてきても、ある時にこうガラッと変わるんですよね、その遺伝子のスイッチが入って。で、それで増えたりするんですよ。だから鍛えないといけない。まずそっからだと思いますよね、男性は。男性に男性らしさを取り戻す。そのメンタル的にも肉体的にもです。男性らしさを取り戻す。まあ、こういう考えは非常に時代錯誤なのかもしれないけど、ただその、男も女も結局人だよねって言って取りまとめた結果、やっぱり苦しんでる男性がいっぱいいるんですよ、それは。それはある意味で男性性を発揮できないっていうことだと思いますよ。ちゃんと自分が強くなって人を守る。女を守るとは言いませんよ。女だけじゃないですよ。いろんな人がいますからね。人を守るっていうこと。それができない。果たせない。じゃあ自分の存在意義は何なのってなるわけですよ。男なのに男らしいことができないってことですよね。じゃあ自分の存在意義は何なのってなるわけですよ。だからそれは男らしさ。まあそれは時代錯誤的なのかもしれないけど、いわゆるその、男らしさ。人を守るってことですね。自分を犠牲にしても人を守るってその精神です。それは way, let me fall っていうことです。その精神を取り戻す。それを別にその人に対して公言するわけではないにしても、自分の中にちゃんと持って立ち向かっていく。で、事実それをやった人がいるわけですからね。その中学校の教員の人もそうだし、その漁師の人もそうだし。まあ他にも、いろんな場面でそうやって人を守った人がいる。っていうのは非常に尊いことだと思いますよ。すごく尊いことだと思います。そういうことだったら、どんな男性でも貢献ができると思います。それは特殊技能とか必要ないですからね。それは気持ちと、まあ気持ちだけではダメですけど、その肉体的にっていうのも必要だけど、それがあれば、できることだと思います。どんな男性でも。そういうところが男と女の根本的な違いだと思うんですよね。何なのかっていうことなんです。結局男の存在意義っていうのは。私という人間の存在意義っていうのも、まあそれはそれ大事なんですけど、まあだからそれが専門性ってことなんですよ。私にしかできないことは何なのっていうのはそれは専門性の話になるんですけど、もう一個その主として男にしかできないことは何なのっていうと、それはそうやって危害を加える男ですね。がいた時にちゃんと周りの人を守るっていうことですよね。それは男にしかできないことです。なぜなら犯人が相手が男だからですよ。だからマッチポンプなんです。だから私は今日も体を鍛える。っていうことです。そのために鍛えるんですよ。
自分がモテたいとかで鍛えるっていうのは、それはやっぱり二流だと思いますよ。考え方が不純っていうか、自分がモテて得するのは自分だけですからね、それは。でも人を守るために鍛えるんだって思えば、それは人の利益のために鍛えるってことになるわけです。人の利益のために鍛えるんですよ。これは全然違うんですね、話が。それは何でもそうで、勉強もそうで、自分が得をしたいから勉強する、それは二流。この勉強がさらに人々を幸福にする、つまり社会に貢献する、その一歩になると思って勉強するっていうのは、さらに次元の高い話。何でもそうだと思います。だからまず第一歩は体を鍛えることだと思いますよ、私は。やっぱりそうやって体を鍛えていくと自信もついてくるんですね、これ不思議なことに。私のずっと、まあ、30年以上抱えてきたコンプレックスの一つっていうのは、やっぱりそこなんですよね。その肉体的に弱いっていうところなんですよ。それは本当に小さい頃から身長で一番前でしたからね。組体操をやればタワーの一番上ですよ。なんか目立っていいポジションだって思うかもしれないけど、それはチビってことですからね。で、体もちっちゃい、細い、筋肉はない、弱そうってことですね。弱そうじゃなくて、事実弱いんです。弱いんですよ。で、その肉体的な弱さをカバーするために、性格が悪くなっていくっていうか、歪んでいくっていう側面もありますよ。それはみんながみんなそうじゃないですけど、私の場合そうだったと思いますよ。小学校の時点ですでにかなり口は悪かったですからね。それは肉体的に弱いとか、小さいことでバカにされてきたり、軽く見られてきたことの裏返しなんですよ、それは。もちろんそれは身長が低い云々っていうのは、それは遺伝的なものもあるし、まあどうしようもない部分もあるけど、その体っていうのは、筋肉っていうのは、それは鍛えればある程度のところまでいけるわけですから、それは努力で、それはやらなきゃいけない、できることだから。身長を伸ばすことはできない、筋肉をつけることはできます。だからできることはやります。